はい。皆さん、こんにちは。イエガーラフト KMT ポドカファクトリーのし見みです。いつもご視聴ありがとうございます。えー、先日はすいません。えー、スプリングのことでね、ヘルツをパルスと言い間違えてしまって申し訳ございません。えー、今ね、順次、えー、スペシャルスプリング拡大中です。まあ、ただね、あの、そんなに一気にやっちゃうと、こう、なかなかこう、採算が取れなくて今、えー、苦しい。でも、まあ、や、やりたいし、やらなきゃいけないって思って、まあ、やってる部分で、まあ、皆様にね、 今、既存であるスプリングの、要はね、ご購入、まあ、検討されている方いらっしゃれば、えー、少しでもね、お手伝いいただければありがたいな、なんて思っております。えー、そして、本日の話題なんですが、えっ、ー、と、本日ね、本日というか、ここ最近ですね、まあ、通常のフロントフォークチューニングだとか、リアショックのまあ整備っていう部分に加えて、まあ、車体のチューニングとかもやってるんですけど、その中でもね、 マシニングセンターを使って、まあ、例えばいろんな CB1300 のスイングアームのジグを作ったり、それからステムキットを作ったりってこうやってる間に、まあ、マシニングセンターね、基本常にフル稼働を今しているような状況で、一番ね、今製作をしているものといえば、 こちらなんですね、セミカートリッジキットって言われる要はねベーシックなえっとねちょうどこれ今お預かりしております私もね塩見知らなかったんですけどヤマハのね XJR1200 の初期型になるんでしょうね塩見は XJR12001300 ってカートリッジのイメージしかなかったんですよでこのねユーザー様に教えていただきましたあのこういったね フリーピストンタイプって言われる、まあ、フォークも存在するんだっていう、こう、事実を教えていただきました。そして、えっ、ー、と、ここにね、ちょうど、まあ、セミカードジキットっていうのがあるんですけど、スプリングの中へスポットこういうふうにはまって、で、カードジの下部が、ここ、シートパイプ、まあ、ピストンっていう、フリあの、ピストンの部分ですね、ここの頭に潜るような形で収まる。 要はセミカードリッチキットっていうものを制作販売してるんですね。で、そのセミカードリッチキットの良さって何って言われることがあるんですが、えー、もともとですね、塩見は、その、どっかあったかなこの辺に転がってなかったかなとね、もともとね、その足回りのお仕事を始めた頃に、まあ GMD コンピュータラック車でね、あの、お仕事してたんですけど、その時に使ってたのこれですね。 アメリカのね、レースデックっていうね、会社が作っていたカードリッジキットを作って使っていたんですよ。これ。はい。当分の間使ってました。えー、ただですね、これ、下からね、油圧がかかると、このスプリング、イニシャルをかけられたスプリングがギュッと沈んで、ここのね、バルブが開閉する構造なんですね。で、伸び側に関しては、ここ。 に収まっている、要は、これ反対側からスプリングが入っていて、ここにね、シムが、大きなシムが入ってるんですけど、シムがパカンと動くことによって、リリーフをするという構造体なんですよ。で、これね、これ、当分、まあ何年も使ってたんですけど、オイルのね、粘度をむちゃくちゃ上げてやらないと、要はね、ダンピング特性が出ないんですよ。ちなみにね、えっ、ー、と、ZZR の1100に使ってた時は、 えっとね、かやばの30番っていうオイルを使ってました。で、30番でダンパー出るんですけど、あのね、硬いフォークオイルっていうのは、ね、あの温度依存がすごく強くて、寒い時にはすごく硬いんですよ。で、温まもってくるとダンピングが抜けて柔らかくなってしまうというね、デメリットがあって、えー、もう一つはね、耐久性が著しくないです。なんで、オイルがすぐ劣化しちゃいます。あの、粘度の高いオイルって劣化がすごい進んじゃうので、 どうにかなんないかなどうにかなんないかなって思ってたんですよね。で、そこからですね、まあ、つい、まあ、10年ぐらい前に、えー、もう、理想的なね、バルブがないんだったら自分で作ってしまえということで、まあ、このね、今あるセミカードジキットの前身でもあるカードジキットが生まれたんですよ。で、その時は、当然あの、仕様マシンングセンター持ってませんでしたので、要は、 知り合いのね、工場さんにお願いをして、このカートリッジケースっていうものを作っていただいて、で、都度汎用旋板で外形を調整して、製品としてお出しをするという形をとってたんですよ。でもね、むっちゃくちゃ時間かかる。で、今は、各、まあ、例えばこれだったらね、FZS の600用だとか、これ、昨日、昨日作ったやつですね、DG16、ヤマハのトリッ トリッカーですねトリッカーの、えー、フォーク用の用はセミカートチキットだとか今ねイエガーラウフト .com っていうホームページ上に、えー、ショッピングカードを設けまして、えー、そこでねセミカートチキットできたものを順次ラインナップして増やしていっておりますなのでスクーター用だとかそれから NSR ミニ用だとかまあいろんなねその車種ラインナップが増えてきてますえー、これね あの、新たに、まあ、今回の XJR もそうなんですけど、お客様からご依頼をいただくたんびに、えー、正規品、正規品というかラインナップ版として、こう、どんどん、あの、増やしていく形をとっております。で、今回ですね、えー、っとね、お客様から連絡をいただいたんですよ。で、ちょっと待ってくださいね。で、連絡をいただいたのが、 たくさん書いてもらってますのでちょっと、ね、お読み上げます。今回です、ね、かやばの38パイ用のセミカードチキットを、まあ、つけていただきたいということでこれ九州の、ね、鉄馬っていわれる旧車、まあの、ね、とても有名なレースに参加さ,せあのされている、ね、Z のりのお客様からオーダーをいただきました。で えー、今回ね、フォークを、まあ、お色抜いた状態でフォークを送っていただいて、塩味の方で全て施工するということで、これ、まあ、実際に物が、ね、フォークがあるので、細かいセッ、<laughs> フォークがね、実際にあるので、細かいセッティングもできるなということで、えー、一旦ね、塩味の方で既存にある、かやば38パイ用のセミカードキットを組み込んだんですよ。でね、ちょっと、 厚側のダンピングに対して、伸び側のダンピングのバランスが少し、あれだなって。レースで走るにはもう少し調整が必要だなっていうことで、今回ね、かやばの38パイ用のセミカートチキットをね、完全に作り替えをしたんですよ。作り直しをしてちょっと対応させていただきました。なんで少しね、あの、マイナーチェンジをしている形なんですけど、えー、そのね、セミカートチキットをね、装着して、九州にお送りしました。 で、早速ね、お客様が装着して、走行されたので、そのね、ちょっと、セミカートジキット、で、特に、え、サーキットで、主に使われるお客様、で、旧車の方、で、ここのね、あの、インプレッションを読み上げさせていただこうと思います。あの、今までもね、このセミカートジキットに関しては、かなり、あの、コメントいただいております。ちょっとね、ごめんなさい、そのコメントの、コメント群の代表として、まあ、読み上げさせていただきますね。はい。 えー、早速、大分のスパ、直入りで走行してきました。感想はめちゃくちゃ良く,くなりました。笑い。星5つです。<laughs> って書いてあります。ありがとうございます、えー。無駄な力を入れずにスムーズにバイクが曲がるようになりましたし、結果、周回を重ねても疲れにくいのですごくいい練習ができました。ありがとうございます。えー、ブレーキングから退院ンン。とにかく楽に曲がります。えー、去年の 今頃、レース中に転倒して怪我をしてしまいまして、しばらく入院していました。復帰後、いろいろ思うこともあり、足回りも変更して、えー、走行してましたがタ、タイムがなかなか戻らず、えー、今年の HSR 九州での5月の鉄馬レースも1年前の3秒落ちでしか走れず、とにかくバイクが曲がらないと悩んでたところでした。今回、正直、ここまで良くなるとは思っていなかったので、びっくりです。 しおみさんのところに頼んで本当によかったです。感謝です。次回 HR 九州走るのが楽しみです。ありがとうございました。本当にお願いしてよかったです。っていうコメントをいただきました。ありがとうございます。で、写真までつけて送っていただきまして。で、本当ね、あの、途中でね、ちょっとまあ組み上げて押した感じ、あ、ちょっとって思ったので、仕様変更を少しさせていただいて、えー、再度組み直しをしてお送りさせていただいたんですね。 ですすごいいありがたいで,すで、えー、某村さんのところでフリーピストンタイプのチューニングは数回やったことがありそれも悪くなかったんですが今回お願いした時にも正直そんな感じかなって思ってたんですが全く別物なぐらい完璧でしたありがとうございます、えー、ちなみに電話の,の対応も塩見さんが村さんの 100倍ぐらい良かったです。笑い。<笑>まあまあ、こんな性格ですから。<laughs> はい。で、とにかく、アクセルが開けれるようになりました。リアサス、オーリンズ、グランドツインのオーバーホールも、1、2年前に、えー、某サスペンション屋さんに出しているので、今年のシーズンオフには、塩見さんに相談しようと思っています。今後ともよろしくお願いいたします。ということでね、たくさんあのいただきました。ありがとうございます。で、このね、 オーリンズの、えー、グランドツインって言われる一番ねツインショックの一番高いやつですね、オーリンズの。で、シオはもうこれ一択っていうことでお,あのお伝えしてるんですが、このグランドツインも、えー、とピストンですね。ピストンに少し、えー、オーバーフローって言ってオイルが流れすぎてしまう特性があります。なので、えー、とダンピング特性がちょっと、ね、緩く出ちゃうので、塩、えー、オはね、ちょっと待ってくださいね。<laughs> はい、えー、趣味はですね、その、オーリンズグランドツイン用にも、こんな形で、鹿島コートのピストン、製作しております。えー、なので、チューニングっていうメニューをおすすめします。えー、これに加えて、えー、バリアブルレートのスプリングではなかなか特性が出ないので、えー、当社の JL スプリングに変更を同時にしていただければ最高かなって思ってます。えー、今ね、お預かりしている、あの、つくばを走られている CB1300SB のお客様も、この、 使用のオーディンズ、グランドツインで、1秒タイムアップをするっていうね、あの、奇跡を起こしてくださってますので、かなりね、そのリアのダンピング特性、スプリングの特性を変えることによって、トラクション性能がガツンと上がりますので、ぜひね、チューニングっていうメニューでご相談いただければいいかななんて思います。そして、オーディンズついでにちょっとお話をするんですが、この間、あの、まあ、要はオーディンズのご相談がありまして、オーディンズのレジェンドツイン、 って言われる、その13万円台の,あのオーディンズツインショックと、それから今のまあ19万、20万円するそのグランドツインっていうね、2種類を持って、どちらがいいですかねってお話をいただいたんですけど、えっとね、大きく違うのは全く違うんですよ。大きく異なります。グランドツインに関しては、伸び側も厚側もきっちりとしたシム調整式の減衰能力の調節機能がついてます。で、 えー、レジェンドツインに関してはです、ね、コンプレッションはただ単純にあのダイヤルの下に、ね、4段階のポートがあってそのポートの大きさを代償しているだけの構造なんですよオイルの通る通路を広げたり狭めたりする機能しかなくって、えー、基本的にコンプレッションのダンパーが不足してしまいます、はい、なので、ね、あの基本的にオーリンズを買われるのであればグランドツイン1択で、えー、お願いできたらと思,い思っております ということでね、あの、グランドツイン、やっぱりね、オーリンズではやっぱり一番高性能なツインショックっていうところで、仕込もおすすめしております。あとね、まあ、ナイトロンですよね。ナイトロン R3 は、これに加えて、高速側のダンピング調整がついてますので、まあ、より高性能になるということで。まあ、そのあたりは、お客様次第で選んでいただければどうかな、なんて思っております。え、とにかくね、トラクションかけていくらなんですよ。で、今回のセミカードジキットも、やっぱりね、こう、吸い付く。 タイヤがね、路面に吸い付くように、路面の起伏をですね、きれいに吸収しながら走ってくれるように、より吸収しやすい形を作るためにやってます。あの、絶対100ーくっついてるわけじゃないですけどね。やっぱこう、小さなその、離陸はあるかもしれません。でも、純正の元々の状態のフロントフォーク、え、ギャップに乗って、コン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 ってなってるのは、幼い頃にあった超電って、僕らは超電って言ってました。薄い、 平らな石を水辺に投げて、ぴょん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 って跳ねていく。あの症状が路面の上でフロントタイヤに起きてるっていう意識をしていただきたいんですよ。あの全く別物です。で、セミカートチューニングもフロントフォークチューニングもリアショックのチューニングにしても、一般行動を乗られているお客様も含め、ほぼ100%に近い方々の 車両に必要な必須なものだと思っております。あのツーリングに行っても疲れにくい車体を作る。えー、ペースが急に上がっても余力を残す。そしてパニックになった時にも制御する余裕を残せる足回りとしてやっぱりね安全に寄与する部分ってすごく大きいんですよね。 なので、あの、僕は速く走らないからノーマルフォークでいい。僕は速く走れないからノーマルショックでいい。えー、その頭の中にある定義をまず捨ててください。足回りにとって大切なのはタイヤを路面に設置させ続けること。そしてより多くの衝撃を緩和することっていうのが足回りにとっても大切なことになります。これは 行動だけではなくサーキットででも同じですサーキットの場合はブレーキングアクセルオンによる車体の姿勢変化っていうのがもっと課題に起きますなのでダンピング特性は強めにかけていく方向にはなりますが、えー、根本的な設定思想作り方は一緒なので、えー、とサーキット乗られる方も行動を乗られる方もツーリングされる方もがっつり走られる方も すべ、えー、ての皆様においてこのサスペンションチューニングっていうのは必須項目っていうことになります、えー、どうしてもねコストかかりますコストかかるんですが箱入りの組み上げられていないプラモデルを買った気持ちになって皆様の力で一つ一つ仕上げていっていただければどうかななんて思いますで元に戻りますこの感動を生むセミカードリッジキット今ねちょうどこういった 今は 3D プリンターで作ったこういったケースに収めてお届けさせていただいてるんですがこのセミカートリキットも今ねもう30種類以上になりましたですごく売れてますえー、今日は2つ注文が入りました昨日は1つっていう感じで、ね、毎日注文が入るような状況になっておりますなので、えー、在庫をね常に作り続けなきゃいけないえー、MT07 も でおととい売れてしまったので m t 0 7用のもまた追加,はあの追加で製作しないといけないということで、まあ、今後ねマシニングセンター休むことなく動くのかななんて思っておりますこの今まであったスプリング加圧式のカードレッジキットに比べ、えー、一般的なカードレッジフォークと同じ積層指向方式のこのセミカードレッジユニットやっぱりね全く別物なんですよ。で 中に仕込まれているピストンは当社の鹿島コートバルブを仕込んであります。えー、このね、動き、塩見がね、いろいろ試行錯誤しながらこの作り上げたセミカートジキットですね。えー、ぜひ皆様も、えー、体感していただければどうかななんて思います。はい。えー、ぜひね、セミカートジキット、えー、これからもね、頑張って、えー、増産してまいりますので、えー、ぜひよろしくお願いいたします。また、よろしければグッドボタン、そして チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい。えー、とりあえずね、あのー、頑張ります。えー、そして、ちょっとお知らせです。あのー、当社の YouTube、えー、コメントたくさんいただいてありがとうございます。えー、ただですね、ちょっとコメントの中でね、あのー、ちょっと、まあ、読みに来てもらっているし、し見みと交流を求めて来てくださっている、その、視聴者の方々に向けて、ちょっとご迷惑になりそうな、 えー、コメント、えー、すいません。ちょっとね、あの、人生初ですが、えー、塩見の方でちょっと削除させていただきました。えー、申し訳ないです。あの、ちょっとね、あの、えー、とりあえずね、あのー、見るなら見てほしいですし、あの、塩見の邪魔はしないでほしいんですね。あの、そこだけちょっとね、お伝えをしておきます。はい。えー、とりあえずね、流れを作っていこうと思います。あのー、ええですよ。 あの好きなこと言えばいいんですけどえただその間違った情報であの人がね困惑してしまうのは問題なので、えー、そのたりはねちょっと訂正をさせていただこうと思います、えー、ぜひねまた、えー、この動画でお会いしましょうではまたバイバイ今日も見てくれてありがとうグッドボタンチャンネル登録よろしくねまた見てねバイバイ どうぞ。